ローエン・グリンは、日本の競争馬シュボバ。馬名の由来は、リヒャルトアーグナー作のオペラ、ローエン・グリン、またはその主人公である騎士のローエン・グリンで、父は、シングスピールの名が18から19世紀にかけて、ドイツで流行した庶民向けオペラ、ジングシュピールを意味することからの連想である。2歳から3歳2001年10月14日に、東京競馬の新馬戦で、 初出走し2着に敗れる。2戦目の新馬戦で同日に行われた天皇賞よりも0.6秒早いタイムで初勝利を挙げた。続いて東京スポーツ杯二2歳ステークスに一番人気の支持で重賞に初めて出走し短期で逃げたが直線で力付き13着に敗れた。翌二千二年春のクラシックではサツキ賞、東京優勝は共に抽選で除外となり、 出走できなかった。しかし、宝塚記念に3歳馬、重傷未勝利ながら出走し3着に抗争した。これは、宝塚記念における3歳馬の最高着順でも、ある。クラシック最終戦の菊花賞では、果敢に逃げを打ったが、ハイペースでの逃げで16着と大敗した。4歳安城に、後藤弘樹を迎え、2月の東京新聞杯は2着となるが、続く。 中山記念とマイラーズカップを連勝。そして春のマイロー決定戦の安田記念では一番人気に支持される。二番手でオリアンがゴール寸前でアグネスデジタルに交わされ三着と敗退。夏場は同馬種のテレグノシスと共にヨーロッパに遠征し、ジャックル・マロワ賞は10着、ムーランド・ロンシャン賞は2着という成績を残した。帰国後は天皇賞に出走し、 二番人気に支持される。しかしレースはゴーステディとの激しい逃げ争い。結果は自殺的なハイペースがたたり13着と大敗。人気晴らしからの気上に関係者、ファンからも暗城の後藤への批判も強かったと言われている。この件が響き、しばらく後藤への気上は遠のくこととなる。天皇賞後は香港マイル三着と成績を残した。 5歳から6歳5歳児は安田記念で再び一番人気に支持されるが5着と敗退。人気になるが成績が振るわずジャパンカップダートと平安ステークスとダート戦を試すが振るわず。6歳時はマイラーズカップで2勝目を挙げたがその後は2桁着順を繰り返していた。7歳2006年の関屋記念ではで遅れのため後方からの競馬となったものの4着に 入選。続いての京成杯オータムハンディキャップでも同様に4着に追い込むなど後方からのレースを行うようになった。そして毎日王冠では GI 馬6頭という競合揃いのメンバーでありながら追い込んで3着に入りかつての逃げ一辺頭から客室を広げた。8歳2007年2月25日に行われた中山記念ではかつてのような逃げのレースを行い 見事に勝利した。安状の後藤はインタビューで死の伊藤正則へ恩返しができたと涙を流した。次のマイラーズカップでは先行するも直線で伸びをかき12着に敗れた。第48回宝塚記念では調子があまり良くない中出走。スタートからハイペースで逃げるものの3コーナーで失速し18着に敗れた。休養後の 第41回スプリンターズステークスでは、コースタートを決め、好位につけると最後まで、しぶとく伸び、6着入った。しかし続く、スワンステークスでは13着に敗れた。なお、第1希望で、香港マイル。第2希望で、香港カップに、予備登録を行っていたが回避し、第24回マイルチャンピオンシップに出走登録を、行い、レース前にこのレースが引退レースとなり、 2008年より、ヤシロ大スタリオンステーションで、種ボ入りすることが、明らかになった。そして迎えた引退レースは16番人気で、出走するも、大差で最下位となる18着に敗れ、衰えて引退することを見せつけるような結果でターフを、去ることになった。レース後の11月21日付で、競争場登録を抹消された。GI 競争では、 2002年の宝塚記念3着や2003年のムーランドロンシャン賞でのネブラスカトルネードの2着などの構想経験はあるものの優勝はできなかった。晩年は重賞にも顔を出したが大敗が続き上積みが厳しい状況で走っていた。引退後はヤシロ大スタリオンステーションで種ボバとなり2010年から2018年まではレックススタッドでつなぎをされていた。 2012年のアサヒハイフューチュリティステークスをロゴタイプが優勝し3区の重賞初制覇。また、ローエングリン自身の現役時代も含めこれが G1 初勝利となった。同馬は後に、サツキ賞も制覇し、さらに自身が4回出走し、うち2回は一番人気に支持されながら勝利を挙げられなかった安田記念も制覇した。2018年9月、 ヤシロダイブルーグラスファームへ移動指導地で予定を送ることになった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。太字は GIQ 競争過去に遡ると1965年生まれの同盟の競争馬がいる。そのローエングリンは父タリアアトス、母とサモアーという決闘で1968年の金ャ地賞を勝つなど中央競馬で、 通算5勝。後に、地方競馬に転じて、オーナーズチエスという場名になり、地方競馬でも1970年の東海菊花賞を含めて、地方競馬で通算8勝。判定に2014年の京都金杯を制したエキストラエンドがいる。ありがとうございます。